次にですね、アジングにおける、まあ、ラインですね、非常に重要なものなんですけども、このラインがないものほどほんまはええんですね。まあ、ラジコンみたいな形でこう動かせたら一番最高にいいとは思うんですけども、それがまあ無理なんで、どうしてもこのラインというものが必要になってきます。でアジングという釣りがですね、まあ、他の釣りと違うところはですね、まあ、常にラインを張った状態で釣りをしていることが多いということですね。でそれとですね、やはりその当たりがあって瞬間的にすぐに合わせたいと、例えばちょっとゆっくり待ってから合わせるとか、そういうことをほとんどしないんですね。できるだけダイレクトにこうジグヘッドを動かして針がかりをさせたいという釣りなんです。でそれゆえにそのラインの伸びというものがですね、非常に邪魔になってきおるんです。それが他の魚よりもものすごく早い、アジの場合は早いんですね。その加えてる時間が短いと言いますか、それゆえにまあ瞬時にそれをやらなければいけない、トンと来た時にもう手が動くような感じにしとかなきゃいけないんですね。そういう感じにしてるにもかかわらず、ラインが伸びてしまいますと、ラインが伸びた後で伸びきった状態から動くというラグが出てきおるんですね。それで、まあ、そのラグを極力なくしたいというところで伸びのないラインを使うわけなんですね。それがこのエステルというラインなんです。まあ、うちはピンキーというものを作っておるんですけども、このエステルというラインが、まあ、僕は今までずっとやってきて、アジング長くやっていたんですけども、どうしてもフロロとかナイロンとか PE では釣れないアジがいたわけですね。でそのアジをまあ何とかしたいなというところで探しに探し回って、このエステルという素材に行き着いたような、まあ、経緯があります。でそれからそのエステルで、まあ、細いゴーガラを作ってくれないかというところをお願いして、でそれでやったら、その釣れなかった、今まで何をやっても釣れなかったアジが釣れたわけですね。でするとやっぱりこのアジングにおいて、このエステルというのはまあ最強のラインではないかと、まあ、我々にとっては一番の武器になるのではないかというところで、まあ、これをずっと使い続けているわけです。で今のところこれ以上のラインはまだ僕にはお目にかかったことがないんですね。ですからアジングにおいてはこのエステルがまあ最高だというふうに思います。ただそのエステルというラインのその特徴をですね、皆さんがご理解していただかないとなかなか使いこなせないというふうに思います。でエステルというラインはですね、まあ、いわゆるその伸びがないというところをちょっと理解してほしいんですね。でいわばフロロとかナイロン、伸びるラインにおいてはその餅みたいなものなんです。よくエステルは弱いというふうに皆さん言われる方が多いんですけども、それは本当のエステルのことを理解してないことが言うことなんですね。でエステルが弱いわけではないんです。例えば、まあ、これ 550g というふうに書いてあります。これ 550g になった途端に切れますよということなんですね。 550g までは絶対切れないというラインなんです。でこれはもうナイロンもフロロも同じように記載されております。ところがですね、ナイロンとかフロロというのはですね、550g と記載されてても、まあ、実際は 400g ぐらいから伸び出すんです。で 400g ぐらいから伸びて 550g になった瞬間に切れるわけですね。対してこのエステルというのはですね、全く伸びないんです。全く伸びずにいきなり 550g になった途端に切れよるわけですね。やはりその人間というのはですね、伸びて頑張ってるというふうに捉えてしまうわけです。で頑張ってやっと切ったというとはものすごく強いというイメージができてしまうんですね。実際は同じ 550g で切れとるんですね。でもそうやって 400g からでも伸びてたら強いというふうに錯覚されるわけですね。ですからそのラインの特性というものをちょっと理解してほしいわけです。だからこういう伸びないラインというのはですね、緩んだ状態から急に緊張した状態、張った状態ですねになった時に切れやすいわけです。要するに伸びがないわけですから。でそれがどういう時かというと、魚を皆さんが当たりがあった瞬間に合わせられる時です。あるいは投げる時にですね、急激に竿を下げてギャッとこうって投げられる方は、そういうことも切れやすい原因の一つになります。緩んだ状態から急にテンションがかかるという時なんですね。ですからそういうことをちょっとなくしていただければ、それは解決する問題なんですね。例えば合わせの時に、まあ、切れるという時にはですね、そのご自分の合わせに、例えばですね、まあ、木でもラインをくくっていただいてですね、合わせていただいたらいいんです。でその時にドラグがジャッて出てくれれば、それでもう切れないわけです。だから伸びの代わりにドラグというクッションをうまく利用してもうたらいいわけですね。で本来はですね、当たりがあった時点でもうすでに針はかかってるんですよ。ですから合わせる必要はないんです。僕はどちらかというと合わせないんです。
でもやっぱり気持ちいいもんですから皆さん合わせられるわけですね。ですから合わせられる方はその時にドラッグが滑るように調整しておいていただければラインブレイクにはつながらないわけです。それともう一つですね、まあその投げる時なんですけれども、竿先だけでこうやって竿先だけでこうやって投げられる方おられるんですけど、そうしたらやっぱりこうなってこう戻った時にまだラインが緩んでるのに先に出てしまってて、緩んでる状態からパッと張ってしまって重いもの投げた時に切れたりするんですね。でそうではなしに、どちらか言ったらちょっと垂らしを長い目にしてずっと張って投げ縄のような感じでくるくる回して持って投げていただくと絶対切れないんですね。だから僕は 0.25 ぐらいで、まあ、3g とか平気で投げますけれども、それでも切れたことはないんで、まあ、投げ方の工夫していただくことでそれは解決すると思います。それともう一つですね、このエステルにはですね、このリーダーというものが必要になってきます。でこのリーダーがなぜ必要かと言いますとですね、やはりその細いラインともう一つは硬いラインなんですね。で硬いラインというのは直にこうやっていろいろ結んでいくとどうしても金属疲労みたいになってくるわけです。要するに針金をこう曲げたり伸びたりしたら切れてしまいますよね。あんなイメージだと思ってください。ですからリーダーというものをちょっとつけてほしいんですね。30センチぐらいでいいです。そんな長くつける必要は全くないんで、30センチぐらいリーダーをつけてください。で、まあ、初心者の人がですね、この辺でまずやろうと、まあ、近くの海でやろうと思われた時には、僕が勧めてるのはこの 0.255 なんです。この 0.255 あれば30センチぐらいのアジがたまたま食ったとしてもゆとりがあるんです、少し。それで細いんで使いやすいんですね。それにまあ、大体このリーダーがですね 0.85 か 1.25 を結んでいただければ大丈夫です。この取り合わせでほとんどいけます。なぜそんな 0.25 なんて255なんて細いラインを使うのなあかんやって思われる方もおられると思うんですけれども、ジグヘッド自体がどんどん軽くなってるわけですね。で軽いジグヘッドを投げるとなった時にですね、太い糸だと投げれないんですよ。特に投げ方もままならない初心者の方がその太い切れない糸と言われる、まあ、例えば2ポンドライン、まあ、0.65 とか 0.85 の糸でですね、それを投げて釣りができるかといったらほとんどできないんですね。僕らでもそんな太い糸で釣りをするの嫌なんです。嫌だし、よう釣らんのです、多分。今はもうこういう細い糸に慣れきってしまってるんで、そんな太い糸で釣るって、ね、すごい難しいわけですね。ですから、僕らでさえ難しいものを、ほんまに投げ方もままならない初心者の人が、ハンデキャップを背負うことになるんです。このハンデキャップを背負って釣れるわけがないじゃないですか。ですから初心者の人ほど細いラインを使っていただかなければいけないというのが、まあ、このアジングなんです。これがちょっと他の釣りとは全く違うんです。要するに太い糸を使うということは切れなくするためなんですけれども、太い糸で釣れないんですから切れなくする必要が全くないんですよ。むしろ細い糸でなんとか魚を釣っていただいて、それを切れるならばそこで切れなくするほどの方が太い糸で釣ることよりも簡単なんです。ですから皆さんにはできるだけ細い糸を使ってほしいわけです。その中でマージンを見て 0.255 を僕はお勧めしているわけです。このラインが非常に汎用性が高くてすごく強い糸なので、これぐらいの糸でやってみてください。まあこういう形で、まあとりあえずラインの話はこれぐらいにしておきますので、そういうのをまず使ってみてください。よろしくお願いいたします。